こんにちは、建築家の遠藤美穂です。今日はカゴの作り方を紹介します。はい、じゃあ早速作っていきましょう。まずは新聞紙1枚取り出して、これを縦に8本に切り出していきます。こんな風に新聞紙1枚広げた形から縦に 1,2,3,4,5,6,7,8 と8枚縦長の帯を切り出します。2枚の新聞紙から合計16本の帯を作っていきましょう。切り出す場所の目印のためにまずは折り目をつけます。新聞紙1枚をまず半分に畳んで、それをまたさらに縦に半分に畳んで折り目をつけます。そしてさらに半分にして折り目をつけると、広げるとちょうど縦に8列に分かれた形になります。この折り目に沿って1枚ずつ切り出していきましょう。最初ちょっと手でちぎって、あとそーっとこうやって引っ張っていくと縦方向に裂くこともできますし、ちょっと難しい人はハサミでちょきちょきちょきっと切ってみてください。1枚の新聞紙から8枚帯を切り出して、それを2枚分合計16枚切り出してください。はい、全部で16本の帯切り出しましたでしょうか。そしたら1本ずつを少し畳んで強い帯にしていきます。まず1枚帯を取り出したら、これを縦長に半分に折ります。で、さらにまた半分に折って2センチぐらいの幅の帯になります。これを16本分全部やってみてください。全部で16本、丈夫の帯ができましたか？そしたら、まずは2本取り出して、早速編んでいきましょう。まず、帯2本をちょうど真ん中のあたりで十字型に置いて、テープで留めてください。それぞれ、長さが大体ね、同じになるようにしてください。で、十字に置いたらですね、今度この隣にもう1本新しい帯を付け足してあげます。この時に今この帯が上にあるので、今度下に来るようにこうやってさっきに置いてあげて、反対側も今ここ上にあるので下に来るようにこうやって添えてテープで留めてあげてください。で、今度反対側、こちらの両脇に新しい帯をつけますが、今この帯は下に来てます。下に来てるので、今度上に来るようにこうやって置いてあげて、でその隣は今下に来てて、最後のこの1本はまた上に来るようにしてあげます。でテープで、今度反対側、こっち側にも新しいを付け足しますか。今、ここ下をくぐってるので、これは上にするようにします。で、その隣は、このまま下をくぐって、最後の一本は、まあ、上にくるように。こんな感じ。はい、こんな感じに、上、下、上、下、上、下。上、下、上と上下関係が隣り合わせて違うようになっているように重ねてください。はい、これで底の部分ができました。今度、一本ずつ、この四方に出ている帯を縦に起こして、一段目をぐるーっとつけていくんですけども、まず、一本を縦に起こしたら、新しい帯をここに立てて、つけて、端っこを留めてあげます。こんな感じですね。新しい帯が今ここについてます。で、今縦の糸が1段目の糸の裏側に今ありますね。なので今度隣の帯をこうやって立てますが、これは外側に今来るようにしてください。で、この状態で裏からテープでピタッとね、ここ留めといてください。で、その隣の縦の帯は今度この1段目の帯の内側に来るようにしてください。で、3つ立てたら、この1段目の帯を
ちょっとね、ここ折り返して、バラバラってならないように、ところどころテープで裏から留めてあげるといいです。で、今度、ぐるっと90度変えて、こっちで縦の糸が今ここ内側に入ってるので、次の1本は外側からこうやって立ててあげます。で、次の1本は、これは内側にこうやってくるように立ってて、次の一本は外側に来るように立てます。こんな感じ。で、また90度変えて、角はちょっとね直角に折って、今度、この縦の糸は内側、次が外側に来て、その次は内側に来るように。こういう形ですね。で、その次はまた90度に引き換えて、これが内側なので、この次の1本目は外側、その次が内側に来て、その次がまた外側に来ます。こんな感じですね。で、ここが最初、1段目、最初につけるところです。ここまで来たら、ちょっとこの1段目のね、横の帯が長いので、少し飛び出したところで、ちょきんとね、切ってあげて、端っこは折り返して、留めてあげてください。はい、これで1段目ができましたよ。縦の糸が、隣同士、内側、外側、内側、外側ってぐるっと交互になってるようにしてみてください。そしたら同じように2段目の帯もつけていきます。今度は1段目の帯が外側に来ているところの次につけるときは2段目の帯は裏側に2段目の帯の端っこをつけて隣は裏ですね。で、その隣の縦の糸はこうやって表に来るようにします。で、ぐるっと回してこの縦の糸は裏にしてその隣の糸が表に来るようにしてまたその後は裏に来る。これも一個ずつテープで丁寧に留めていくとうまくいくと思います。で、またくるっと回して、表、裏、表、と一周くるっと二段目もつけていってください。で、そしたらまた最後、ちょっとはみ出したところで切ってあげて、最後テープで留めてあげてください。で、これをひたすら繰り返して、全部で6段つけてみてください。はい、こんな感じに、1、2、3、4、5、6段付け終わりました。そしたら、上に余っているこの縦の帯ですね。例えば、この縦の帯は内側にあります。なので、これ外側によいしょっと折り返して、一番上の横の帯の中にしまい込んであげてください。ぐるっと。で今度、この外側にある帯は逆に内側にしまってあげます。この作業を一周分ぐるっとやってみてください。はい、これで一応、筒ができましたね。で、これに、持ち手をつけましょう。余ってるこの帯を、さらに半分の細さにしたものを3本用意して三つ編みしていきましょうか。まず、この3本を重ねたら、端っこを1回、2回ぐらい折り返して、テープでしっかり留めてみてください。これで三つ編みしていってあげます。真ん中に入れて、また外から内側に入れて。で、端っこまで行ったらテープで留めてあげましょう。で、これをこのカゴに上の方につけていってあげましょう。ちょっと端っこをこう細くしてから隙間のところに、よいしょ、通して、端っこをテープでぐるっと留めてあげてください。反対側、三つ編みの端っこを通して、テープで留めてあげてください。かわいいね、バッグができましたね。じゃらじゃらじゃん。他にも、例えば、ちょっとこう、棒をつけてもね、面白い感じですね。新聞紙、一枚、こう半分にこう折ったものを、端っこからくるくるくるっと丸めていくと、棒を作ることができます。最初の方を2、3回折り返して、そこをくる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 丸めていくと、長い棒を作ることができます。こういう棒をね、テープでね、こうピタッとくっつけたら、ちょっとこう、背負ったりするとなんかね、楽しいかもしれませんよ。口
2つつけたら肩に沿って物売りの人みたいになりますね。どうでしょうか。はい、こんな感じに何かお話の世界で昔の人がね持ってそうな小物をカゴを編む方法でいろんなものを作ってみてください。